雪だね。雪だね。北海道来て初雪です。せっかくさ、道路がずっとドライだったのに。本当だね。残念。残念です。安全運転で行こう。見通しも悪そうだし。だからこれから能取湖通って、所通って、サロマだね。このすぐ行ったとこにさ、長谷川ストアっていうのがあるから寄ってこうかな。前も行ったんだけどね。どこ？黄色い建物。あ、それそれ。それだね。そうだよね。いっぱい買えたね。前夏来た時はさ、ちょっと遅くてもうなかったんだけど、今日はうまそうな珍味っぽいのがいっぱい買えた。2000円分ぐらい。いいね。あ、なんだ、流氷違うよね。氷が溶けてんだよね。能取湖だもんね。うん、すごいなこれ。港だよね。全部氷。流氷か？凍ってるのかな？凍ってるよね。凍ってるね。なあ。あ、湖で汽水湖だからか。すごいなあ、これは。ねえ。真っ白だもんなあ。大鷲はいないね。大鷲見に来たんだけどわかんない。あっちの方なのかな。わかんないけど、なんか間違えて海に落ちていそうだからさ。ねえ。すごいね。サロマ湖もすごい凍ってるよ。端っこの方まで。上別かな。ゴミ捨てに行きたいからさ、ゴミを引き取ってくれたでしょ。そうだね。有料でね。道の駅じゃなかったね。この建物だよね。これ確か。これでね、袋が60円なんだって。海に出たんじゃない？そうだね。オホーツクだね。今何時だ？4時15分。ああ、日没だ。もうそろそろやめないとね。オコッペでそこから名寄の方に入っていくから、ちょっと入ったところで今日は終わりかな。すげえ雪じゃん。何これ、こんな降ったのか。ここはすごいじゃん。まあ、昨日警報出てたもんね。上の方暴風雪警報出てたけど、すごいぞ急に。名寄までがあと1時間ぐらい。西オコッペまで6キロ。ああ、西に向かってんだな、今内陸の方に。さあ今日はここまでかな。西オコッペ。うわ、うまそう。他の醤油漬けみたいな、なんて読むんだろうね。山椒漬けみたいなのね。あと粒わさ、あとホキ貝、お尻で買いました。どう？美味しい？おいしいこれ。よかったじゃん。やばい。100g390円ぐらい。これで500円ぐらい。なんか塩辛とちょっと違って。ああ。ちょっと甘い。醤油漬けじゃないんだ。醤油漬け。これも超うまいよ。ホッキ貝。では出発です。さあ今日はこのまま名寄に行って、名寄ピアシリスキー場っていうところでスキーをしようかなと。ここもアースホッパーが使えるから、北海道もね、結構あるんでね、アースホッパー使えるとこが。そうだね。ニセコ、アンヌプリとキロロも使えるし、旭川のカムイスキーリンクスだっけ、も使えるし、名寄も使えるし。でこの名寄がさ、日本一雪がいいってなんか言われてるじゃん。なんか歌い文句でね。ちょっと行ってみたいなと思って、まあ、今日なんか3月ぐらいの気温散ってるからちょっと重いかもしれないけど、まあいいでしょう。いいでしょう。ここから45キロぐらい。こんくらいの風でも雪が舞うんだね。名寄市に入りました。お、名寄の街中だ。結構都会じゃん。そうだね。もうこれちょっと左の方行ったら国道40号だからね、旭川から稚内まで真ん中を抜けていく道ね。うん、結構雪が多いな、ここも。ね、ピアシリスキー場あと1キロ。お、結構混んでんだねえ。すごいよ、人もいっぱいだし自衛隊もいっぱいだし。本当だね。学校もいっぱいなのかな。すごいね、練習してるね。すごいのだって、なんかほとんど自衛隊の人だよ。だってすごいもん、自衛隊の車が。すごいね。奥見てよこれ、どこ止めていいんだろうこれ、ね、自衛隊と一緒に止めていいのかな。分かんないね、どこ止めるのかね。あっち側も空いてるんじゃない。あっち行くか。すげえな。すごいね。このスキー場で、ここは窓口発見。はい。はい。で、これで発見。で、これを、うん、見せればいいね。こちらお返しします。はい、ありがとうございます。あ、今日1人目だって。1人目？俺2人目。よし、行ってみるかい。そんな寒くないね。自衛隊によって整備されています。すごいね。だから自衛隊の人いっぱいいるんだね。いっぱいいるもん。第1と第3しか今動いてないんだ。いっぱい練習してるじゃん。すごいよ。へえ。テレマークの人もいるのかな、わかんないね。ボーダーがいない、1人いた。うん、これ2本目でしょ。あの奥は何、あれも動いてるよな。動いてないか。本当？動いてるよな。動いてるけど。あっちにも乗れんのかな。これいけるっぽいよね。いけるね。もう一個乗ってみようか。よくわかんないから。じゃあ何これショートカットか。やばい、行っちゃおうか、これ気持ちいいから。すごいね。ここ、ちょっとパウダーじゃん。何とか。いや面白かった。なんかここにありそうだよ。本当？うん、ちょっと見ていこうか。何何？カレーパン入ってんだって、そばに。カレーパンそば？何それ？カレーパンうどんもある。美味しそうじゃん。食べる。700円って安いじゃん。安いね。味噌ラーメンも700円だ。チャーシュー麺が900円だよ。カレーパン200円。牛と味噌汁付き800円。いいね。芋餅もあるじゃん。芋餅食べようかな。なんか食べてもいいね。芋餅350円。この前食べてさ、夏と違うねこれね。本当だね。なんか、うん、違う。裏がかかってるもんね。なあ。芋餅にもいろいろあるらしい。な。いただきます。うまい。大好きだよね。買ってけばいっぱい売ってたよ。めちゃくちゃ美味しい。なんでこんなに滑らかなんだろう。でんぷん固めてるだけじゃないの。違うかな。すごいね。何？どういう食べ物？なあ。すげえ揚げたてなのにさ、もうびちょびちょだよ。いただきます。そばが入っちゃった。どういう食べ物？そば先いただこう。700円って安いよね。安いね。うまい。このフォンデュパン超うまい。溶けてきたよ。そうでしょう。結構美味しいよ。まあ天かすが入ってるようなもんじゃん。そういうことな。だけどカレーそばになる。カレーそばなんてあったっけ？そもそも。カレーそばなんてあったっけ？カレーうどんか普通は。はい、出発です。いやー楽しかったね。楽しかったね。結構パウダーしてたよね。端っこの方もね。すごいとこから出てきた。どういうところから出てきたの？すごいね。そう、乗り上げたな。よし、ではこのまま北上して稚内の方行きたかったんだけど、上の方大荒れっぽいからやめて旭川の方に降りてって、明日はカムイスキーリンクスかな、そこもアースホッパーパスが使えるから、そこでちょっとスキーをしましょう。はい、いいね。すごい屋根の雪を本当だね。まっすぐです。相変わらず。ねえ、すごいね。すごい雪だ。ねえ。マヨロの街中。下がバリバリだ。ねえ。さあ、道の駅に到着です。意外と離れてたじゃん、ね、すぐかと思ったらもち米の里だって、あ、それであれがあんのか、大福がいっぱいあんのかな、もち米で、もち米の里、本当にもち米推しがすごい。19種類。うわ、すげえぞ。超あるじゃん。うわ、これだろう。いちご大福だろう。そりゃメロン、チョコレート、赤エンドウ。うわ、ぶどうもうまそうだな。これはナイアガラ、ぶどうといちごと塩餅。これはソフトコーン、コーンとよもぎか。凍ってるね。これから食べるか。本当だね。ちょっとこれからね。いただきます。いちご食べないと。結構大きいね。おいしい。さあ出発。旭川まで何キロ？ 70キロ。ああ、そんなもんなんだ。うん。じゃあラーメンだな、次は。そうだね。楽しみ。どこ行くかだね。うん。何個かあるじゃん。三等価か売光券か。どっちがいいかな。ちょっと調べよう。すごい。大規模除雪。すごいな。すごいね。トラックに乗せて。トラックとか持ってくんだね。トラックがどんどん来るやつじゃん。そうそう、わあ、すごい乗せてるよ。こんなんで切りあんのかな、終わんのかな。すごいね。すごい量だね。まあでも溶けるの待てないんだな、北海道で溶けないから、うん、大変だよね。ここが？ここが雪捨て場なの？ぽいよね。すごいね。晴れてきたね。感じです。あと1キロぐらいじゃない。もう雪が降りすぎちゃってさ、車道が途中で一車線になったりとかね、危ないよね。止まらないし、うん、でもう今マイナス5度ぐらい、マイナス3度か。意外とあったかいんだな。もう駅前だと思う。駅前だね。今からはやっぱり三等価に行ってみようと思って、うん、本店があるから。はい、駐車場をまず探して。駐車場がね、そうそう、駐車場がラーメン食べたら、うん、なんか1時間無料になるらしいんだけど、高さがダメだから、うちの車は、うん、だからダメなんだ。そこはどっかあるかな。どっか、まあ、有料のに止めるしかないよね。うわ、すごいね。綺麗だね、駅前、旭川駅は。広いな。広い。で、目の前病院だしさ。北里、北埼とか。ここ右らしいんだけど。まっすぐ行ってみるね。そうだね。やべえ。駐車場が出れないね。バリバリだね。はあ。え？なんで？なんで？ああ。滑るからね。駅があれ、駅とイオンとホテルが直結だね。超便利じゃん、このねえ。結構都会。三等価はここ。あ、ここか、駐車場は。こっち止めれればいいのにな。無理だよね。そうそう、ほら、三等価止めれますよって。うん。普通のハイエースまでは行ける。あ、ここでもよかったんだ。ねえ。あれ、やってない？ああ、びっくりした。ここ？わ、空いてるじゃん。頼んだよ、追加でコールスロー。美味しいらしい。あと今日は塩ラーメンとお肉のやつ1280円かなと、普通の塩950円。前田本舗コールスロー来ました。これいただきます。あ、おいしい。うん、うん、あ、そう。美味しそう。そうだね。こっちは塩ラーメン、そっちはトロ、トントロなんとか。いただきます。あ、うまいな。これが塩なんだ。もうもはや豚骨です。本当うまっ。うまいな。めちゃくちゃうまい。すごいね。すごいね。超美味しいよ。くりした。美味しいね。なんかトウモロコシみたいだけど色だもんね。すごいね。美味しそうだね。これ。美味しかったね。やっぱり豚骨ベースなんだね。うん、って書いてあった。美味しかった。すごいね、本当。駅前 JR インだってホテル。駅の大きさが新幹線の駅だよね。長くて規模がすごいじゃん。へえ。すげえぞ、駅前に。無料だってよ。全部無料なの。おお、すごいね。ちょっとやってみよう。これだって超滑んだよ、出口が。そこ、ここやばいんだよ。わかんないの、何これ。乗っちゃえば意外といけんのかな。あれ、こんなんだったっけ、スケートって。こんな不安定だったっけ。ちょっとまずじゃあ滑ってみようか。うん、滑ってみてよ。はい。こんな難しかったっけ。面白かったね。難しかった。さあ、ではイオンで買い物していきましょう。結構疲れた、足がガクガクだぜ。さあ、楽しめました。楽しめたね。美味しかったし、スケートもできたし、イオンもフラフラしたし、完璧です。完璧だ。よし、では温泉、次は旭川の温泉。ここがさ、ジャパンなんだよ。大丈夫、それ落ちちゃうよ。ほら。いいね。いいな、旭川。住みやすそうだよね。札幌も近いでしょ。1時間半とか2時間かかんないでしょ、多分。あ、そうなのかな。電車でね、特急でピュッと。やばい、さっきから滑りまくってるんだけど。ねえ。やだな、これ登んの。登ったら下るんじゃない？そうそうそう、それが怖いよね。登りはまだしも、登りは別にいいんだよ。下りがな、めちゃくちゃ滑るもん。さっきも下りねえ、すごいよ、マジで。こんななるんだね、やっぱり。怖いね。あー、あった。はい、左も駐車場でしょ。ああ、まあ、あの奥でいいか。うん、あ、高砂温泉行ってみましょう。はい、今日は貸し切り。イエーイ。レトロ商店の行くと5番だって言ってたけど、あ、ここか。うん？本当だね。うわ、すごいね。これかな。そうだよね。こっちは何？レトロ商店ちょっと見ていく？先入るか。まあいいか。なんか昭和の雰囲気を残したさ、ところらしいよ。そんな感じがする。あ、ゲーセンか。ゲーセンだね。うわ、すげえな。カラオケボックスとか。2人で1800円です。安いよね。意外と安いんだよ。みたいだよ。今日は5番。すごい昭和な感じ、本当に。おお、すごいじゃん。おお、すごいね。へえ。はあ、気持ちよかったね。はあ。では深川まで移動しときます。はい。明日はカムイスキーリンクスだっけ？うん。だよね。がまあ旭川のちょっと東側だから深川の方が近そうだから、こっからね25キロ。はい。国道12号線だって。なんか綺麗に書いてあるな。でも凍ってるよ。ああ、本当だね。うん、まあ、ゆっくり行くね。うん。つぶつぶだね。やばいね。テッカテカだもんな。すごいね。すごいよね。さっきちょっとブレーキ踏んだらもう全然だったよ。うん。やべえぞこれ。ところどころすごいんだけど、つるつるだよ。つるつるなんだよ。怖いね。あっち側もやばいよね。一個落としてアクセル踏めばじゃん。まあまあそうだね。まあ今大丈夫。40キロちょっとしか出てないから。ちょっと後ろがつながっちゃったから、一回入ろうかな。うん、ああ、どこで入るの？ここでしょ。どこだ？ここでしょ、ここ。ここか。はい。すごいんだね。マジでこれは。下が氷だもん。初めてだな、こんだけ全部ブラックアイスバーって。うん、そうだね。怖いね。ツルツルだよ、ほんと。ブレーキ踏んでも何もなくスーッといっちゃう。そう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 。キュインキュイン言うけど、全く効いてる感じがない。そうだね。ないね。一車線になるってすごいな。みんな早いな。早いね。このツルツルを。気温、ローンもマイナス9度だって。これだよね。うん。到着です。よかったね。着きました。はい、おはようございます。おはようございます。さあではカムイスキーリンクスだっけ？うん。向かいます。はーい。ここから近いよ。12キロ、15分だって。おー。すぐだね。ゴンドラがあるらしいからさ。わあ。今日のところ大きいんじゃないかな。それなりに旭川のスキー場だもんね。行ってみましょう。はい、なんか道内は大雪警報とかさ、暴風雪警報とか出まくってるけど、札幌なんか猛吹雪って出てるけど、ここはいいね。そんなボーボー降ってないし、なんなら太陽出たりしてるから。そうだね。だいぶいいです。うわ、すごいじゃん。あれだな、ゴンドラは真ん中か。うん、いいね。見通しも良さそう。右の番も広いな。広いね。いいね。すごい広いじゃん。ここは空いてるらしいよ。そうなの？インバウンドも少ないんだって。あ、そうなんだ。T1だったよね。さて、じゃあチケットを買いに行きましょう。はい、で今日もここはアースホッパーが使えるので、アースホッパーパスで行きます。今何回使った？アースホッパー10何回使ったかな。もう、ね、まあ自転車で2回と、フォレストアドベンチャーで1回使ってるから、それ以外だね。そうだね。俺なんか1回多いんだよね。そうそう。綺麗だな。すごいじゃん。あ、すげえ。綺麗だな。わ、安い。ご飯も。スキーリンクス、はい、初めて来ました。お、5人目。帰りました。小さいね、ゴンドラが。4人乗りか一応。いいねこれ。外で風が強いから3名乗車になったみたい。よくわかんないな。4人の方が安定しないのかな。揺れすぎちゃうなあ。これからこれだね。うん、そうだね。でこっち行ってみようか、うん、まずは。いやー、アースホッパーがあるとマジいいな、ね、この北海道でさ、うん、いろんなとこでスキーができるじゃん、うん、去年なんかはさスキーはトマムとニセコでしかやんなかったけどさ、うん、こういういろんなとこね、名寄とか旭川とか札幌にもあるしな、うん、いいよね。いいね。なんか北海道のスキー場はさ外の眺めが平べったい。そうそうね。そうそうそう、街中というかちょっと街の外れにあるからさ、うん、山登っていかないから 2.2 キロかな、うん、まあまあ上の方は無表になってるね。遅いね、うん、風が強いからゆっくりなのかな、多分ね、うん。北海道がね、雪が全然違うな、マジで。もうちょい滑ったら向こうの方戻ってみようか、うね、メインのゲレンデの方ね、なんか全然違うね。うち空は結構柔らかいんだけどさ、なんか本州だと本当に柔らかいってすごい軽いな、面白いね、いいな。こっちも全然痛くなさそうだ。上の方ちょっと風が強く感じたけど、今さ、ここでずっと滑ってたじゃん、うん、ダイナミックっていうところだったんだね。最大斜度35度だって、うん、結構急だったんだな、一瞬急だったもんね。でもそうだね、でも雪がいいからさ全然気にならない。そうそうそう、いいよね。次はそう右側をちょっと攻めましょう。でこっちの方が雪がいい気がする、今ここ降りてきたけど、うん、うん。さあちょっと頂上で休憩です。マイナス6度だって暖かいと思ったら意外とねえ2枚しか着てこなかったから寒いぜ。よいしょ。あ、本当じゃん。あ、どういう感じ。マルゲリータ1300円とかすごいね。うわ、すげえ。絶景だね。そしてコーヒーが格安じゃん。何350円ってちっちゃいけどいいじゃん。いいね、なんか手軽に飲める感じで。ああ、ピザもさ1300円だよ、うん、マルゲリータいいよね。いいね、すげえいいところ。空いてきたしね。そう、うわ美味しそう。美味しそうなのが来ましたよ。マルゲリータいいね。うわうまそう。うわ竹いただきます。あ、うんまい。生地パリパリ。あ、そう、うん、いいね。うまっ。こんな景色で眺め眺め、うん、あ、うまい。うん、あ、いいよ。最高にいいよ。よくもらい。覚悟がいるな。寒そうなあ。バリバリだもん窓が。お、寒い。出るけどそんな気にならないね。広くていい。似てる。やってるかなまだ。食べちゃう？食べよっか。なあ。ピザだけじゃ足りないからさ。2時半までラストオーダー。まだ大丈夫か。1時半ぐらいか。よいしょ。ほい。お、広いな。空いてるな。あ、終わっちゃったからか。何食べる？あ、生姜いいじゃん。生姜。人気は？ビッグ3、ビッグ3人前。やっぱ醤油かな。うん。本当このカンムイスキーリンクスマジ最高だな。うん、一番好きかも。うん、レストラン美味しいし空いてるし、ゲレンデも空いてて広いし、すごい。美味しそう。うまそうだな。醤油カレーセット1100円。いただきます。うん、うまい。おいしい、うん、いいね。あったまるしさ、結構寒いからね。うん、おいしい。うん、いいね。いや、うまいな。結構油が美味しいね。美味しいね。焦がし系かな、ちょっと香ばしいんだよな。あー美味しかったね。じゃあもうちょっとだけ滑って終わりましょう。今2時ぐらいだからね、あと 2,3 本これに乗ろう。なかなかつららだらけになってきたいい感じだね。行くぜ。いいかい、うん、いや最高でした。楽しかったね。超楽しかった。ここ、うん、一番気に入ったかも。さすが北海道っていう雪質と、うん、ご飯が美味しいっていうのと空いてるまあ外国の人結構いたけど、それでもまだ空いてる方だよね。そうだね、うん、では旭川に一回戻って、うん、美瑛富良野の方に行こうかな。はい、せっかくだからね、うん、天気あんま良くなさそうだから、あんまかもしれないけど、まあいいでしょう、行ってみましょう。はい。